C が伏乳。A はあざ、B は、通常の乳頭伏乳は、通常の一体の乳房の他に発生する過剰の乳房、多乳頭とも言う。受精後、第7週、乳腺定という上皮性の飛行が発生するが、通常人では、胸部の主乳部を残して消失する。ところが、胎楽期の終わりに、手乳のミニチュアのようなものが銃追程度残存しており、 これが完全には退化しなかったものとされる。人類は進化の過程で、チブサの数を2個に減らしたが、昔の名残が表に出てしまったものと考えられる。体毛が部分的に変色しているだけのものから乳腺を持つものまで8種類に分類される。授乳期の女性は、副乳から薄い乳汁を分泌することもある。スーデモンマは、 足のような入選定から遠い場所にも発生する。日本人の復乳の発生率であるが、研究者によって異なる数値が報告されている。一例として、未産婦3.1%、計産婦6.2%、妊産婦15%。別の研究者によれば、男子4000人中145人に復乳が認められた。復乳は、 僧帽便逸脱症のマーカーになりうるという報告がある。また、結核との関連がないか研究されたことがある。副乳から繊維腺取、乳癌、養生腫瘍などの病変が発生することがある。副乳は一般に他の危険や発達地帯を伴うことはない。ただし、美容上の検知からこれを切除することがある。五雑祖という中国の書には、 周の文豪には四つの父があったとする説を載せている。また、17世紀のイングランドで魔女狩りを推進していた、マシュー・ホプキンスは腹乳を魔女の証として挙げていたという。現代日本では、熊田陽子、瞳、福田萌えらが腹乳を持つことが知られている。ありがとうございます。